うっす。前のやめてで間を置かずにすぐやってるわ。そりゃそうや。ただあそこに通う、何回も行くだけでダラジの術が手に入るんだぞ。行くやろそんなの。お、猿が中身になったことでだいぶダメージが抑えられてるな。猿の加護、猿の加護により桃太郎の守備力が増している。こいつお前ら覚えてよ。俺が強化された32段ぐらいになった暁にはお前らでレベル上げをしてやるから、お前らを大量虐殺して白熊や白虎と同じ目に遭わせてやるから。覚悟しやがれ。特にこの土の鬼、こいつだけは許さん。マジで許すわけにはいかない。泥の塊を投げつけてくる始末、どんだけ金炭を使わなきゃいけないと思ってんだお前ら。ふざけやがって。それもこれもダラジジの術があれば全て解決する。ダラジジの術に過度な期待をかけている恐れがあるのは、もう全部ダラジジの、とにかくダラジジの期待が、ダラジジの術が俺の全ての悩みを吹き飛ばしてくれる。信者、無限の仙人信者とかしてる。待てよ、これ無限の仙人で話しかけると技の数全回復するから、あ、じゃあ一人六角で倒していいんだ。一人だけ六角、セレクト六角システム。チーズケーキとショートケーキとチョコレートケーキどれにする？土の鬼と首なし鬼と大天狗と鬼火、好きな鬼をチョイスして。もうそうだ、それがあったの、先に削らないと。じゃあこれでいいだろう。好きな鬼をセレクトして六角で切り刻んでください。俺は土の鬼を選ぶよ。こいつは絶対に許さない。よし、そうだ。さあ次はどこだ。ええどこだ、どこわしはダメ仙人じゃし、えありがとうよ。これね、確か2回断るんだっけ。はいっつったの。苦しい修行に耐えられるかな。花坂のじじいは鬼が化けておったのを知ってたか。はい、はいはいはい、鬼は金太郎に化けておったのか、はい、貧乏神にあったか、はい、寝太郎を起こしたか、はい、これずっとはいで、どっかのタイミングで家にあるんだろう。氷の塔では漢字機を使ってうまく歩けたか。まあ漢字機使いはしたな、売ったけど。希望の都でフグ料理を食ったわ。食った。大井の村へ行ったか。行ったよ。とんでもない目にあったわ。少年ジャンプを毎週読んどるか。まあでもダメ仙人様のおっしゃられる少年ジャンプとはちょっと違うものになってるんで、まあ昔はでも読んでたよ。洗濯物干したことがあるか。まあそれはあるよ。修行中にスカシッペをしたことがあるか。一人でヘをしたことがあるよ、フィールド上で。どうも年を取ると話がくどくなっての、まあくどいな。これで家は違うからな。まあくどいよあんた。宿題もやったか。まあ宿題やったことはあるよ。お前は今幸せか。はいといいとも言えないけど、でもはいと言っておかなければならない。これはひょうきん族は毎週見とるか。それ多分仙人様のいる時代とはだいぶ違うんで、それは見てないけど。見てねえよ。好きな子はおるか。さあ秘密、貯金はしておるか。ちょっとだけ。おいお前、人の情報を盗むんじゃねえよ。自転車に乗れるか。乗れるわ。お前は好きか。個人情報を盗むんじゃねえよ。お前はお前は鼻を引く引くできるか。そうできるだろ、筋肉があれば。お前耳を引く引くできるか。まあちょっとだけなら。
悪ふざけになってきてるな。はい、もうそろそろゲームの続きをやりたいと思ってるじゃろ、うん、あのこれも楽しいよ。並び地蔵のところで行ったか、はい、なぜそんなちょっとまた終わるかと思ってたのにまた戻ってんだよ元の道に。村田さんにあったか、あったよ。ロックマンワールド3であったよ。それもひどい目にあった。徘徊映画を押してみ、はい、フライドボルトはいかがですか。あ、さっき食べたケンタッキーで。上に参ります。さあそろそろ終わるぞ。多分そろそろ終わる。悪ふざけが膨張してきたから、もうこれ宇宙の終わりだよ。そろ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 ビッグバンが起こる。道具おにぎり食べる、はい、もう膨張してきてる。ダメ仙人の世界が丸腸だと思うが、何丸腸って。どういうハブアペン、膨張してきてる。ダメ仙人が。よくもわしのつまらない話に付き合ってくれたの。つまらない自覚はあるんかい。つまらないと思ってするなよ。お前は面白いと思ったよ。ではさらばじゃ。は？そうそう忘れておった。ところで元の花咲く前のジジイを鬼が分けておったのを知っておったか。あ、そうか。よかったわ。スズメの宿で、ま、読んだ巻物にはこう記されていた。ダメ仙人の話を2回聞けど。よかった。聞いといて。けど2回目は違うかもしれないから、もう一回膨張してきたら、注意だぞ。まだまだまだ。さあ、そろそろだぞ。さあ、ここだ。では、さらばじゃ。そうそう、忘れておった。わしのところの修行は忍耐なのじゃ。お主に満金楽しを授けよう。満金丹は金丹よりさらに体力を回復させる術だ。っていうか全開じゃねえの。満金丹と唱えよ。ところで桃太郎、いやいや、フェイントじゃ。フェイント、もう話し出せん。安心せえ。本当だろうな。またわしの話が聞きたいから嬉しい。あ、なんか他の仙人とちょっと違うな。他の仙人は切れるのに。うるせえよ。まあいいだろう。俺はそれでもダメ仙人は尊敬してるよ。満金丹教えてくれたから。たまに会いに行こう。年末年始ぐらいに会いに行ってやってもいいな。ダメ仙人。尊敬してますよ、ダメ仙人は。覚えてきたんだ。二度と来ないだろう。もう来る気が失せた。てかここどこ、え、え、でも茨城道じゃん。見た見た見た、知ってる知ってる。え、てかどこここ、え、え、ここってひょっとして、あれ、てかどこここ、ここってあれじゃないの、ん、え、あったの、あそこに。あそこにあったの。そう。あそこにあったんだ。どんだけいいやつ、無限仙人。なんだ、あったんか。なんだよ、無限仙人めちゃくちゃいいやつじゃん。あったのかよ、あんなところに。あったで、金玉使ってたのか、あれは。まあ、それも。お、やるね、君。え？見てくれ、これを。今、いくら使った？ 20 ぐらい使わなかったか、やっとして。まあ、でも、そのぐらいの価値はあるか。え、20も使う？ 20 も使っちゃうの、万金玉は。まあ、でも、そんだけの価値はあるか。え？20も使うの？そのループだよ。20も使うのと、そんなに使っちゃうかな、ループ。このループだよ。もうじゃあもう早めにレベル上げしないとな。満金太の、これで満金太効率がどんどん上がっていくから。全開だろ、これ。
レベルを上げることによる、これまたレベルアップ一つの強さが増えたな。前までは言うて金丹の回復量は固定だったから、レベル上がっても体力の数が増えても、ただ開始時のストックが増えるっていうそれだけのことだったんだけど、でもこれから違う。満金丹の回復効率も上がるから、技の力も増えるだろう。さらにレベルアップの恩恵が増えた、加速度的に。大丈夫、こういう時も満金丹で切り抜けられるようになったから。マジで満金丹一つでどれだけ戦局変えてんだよ。いいわ、満金丹が情勢にどれだけの力を及ぼしてるんだ。満金丹一つで、満金丹というカード、このカード一つでどれだけのことができるんだよ。すごすぎるぞ。満金丹で最強のカードを手に入れた。いいよ待て、満金丹とダラジジを同時に手に入れてしまったら俺は近いじゃん。だんだん近くなってきたな。飛ばす力が衰えてきたか。無限仙人の飛ばしの力が衰えてきたよ。近いぞ。満金丹が世界情勢に力を与え始めている。満金丹という強大なカード。さあ近いぞ。てかナユタの仙人って言ったよな。ナユタの仙人は何だ。ナユタってなんだよ。だってダメ仙人が満金丹で無限仙人がダラジジだったらさ、もう名前で判断は不可能だよ。何かも絶対わかんない。一角仙人が、もう金丹の時点でよくわかんない。一角仙人は六角だろ。名前がかすり、名前と術の内容がかすりもしない。ナユタは何だ？じゃあ。全然わかんない。本当に。一番ダメなダメ仙人が一番の術を持ってるっていうの。お主にダラジンを術を授けてやろう。割と簡単だったな。っていうか予想通り簡単だったわ。仙人の世代、世界に伝わる最強の術じゃん。この術を覚えたお前はもう無敵じゃ。鬼ヶ島を目指して頑張るんだよ。そこまで言い切るかね。モタロウ。何？何最後の？最後の桃太郎は何？改めて斜め、名前呼んだ。よし、お前で。試そうと思ったけどやめるわ。だいぶ消費するだろ、多分これ。じゃあ改めてあの地蔵に。ドゥ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 。さあ、出てきやがれ。でも使いすぎに注意だな。これ、戦界に伝わる最強の術。今こそ使わせてもらう。あ、てかもう、これ最後の術だ。もうねえよ、これ、スペースが。今どんだけ使ったわけ見てなかった。あ、50だ。50で済むんだ。ダダジジで頼む。よし。てか仙人回復してくれる？仙人に一縷の望み託す。だってさっきも喋って回復したからな。な、土鬼だろお前。覚悟しろ。次はお前の番だからな。回復を頼む。あ、回復してた。終わったぞ。お前ら終わったぞ。もう今日はお前らで1万両巻き上げてる。お前らから、お前ら終わったぞ。お前は猿も仲間になったし、満金丹もダラジジの術も手に入れた。お前らもうおしまいだ。とはいえ待てよ、でももう買うものがないよな。思ったら買うものないよね。もうあと、あれだけじゃない。うずきの銅、みなつきの銅か、あれぐらいだよね。まあでもいっか。じゃあみなつきの銅取りに行こうか。あ、そうか。もう2回しかねえんだ。まあそう言うなよ。そう言いながらも回復してくれるからな。
守りはだいぶ良くなったよ。だいぶ良くなったっていうか、もう飛躍的に向上したと言ってもいい。もう今までの戦い方は変わるから、もう殴るだけ殴って、で戦局が悪くなってきたら南京太の術を使うっていう、そういう感じになってきたから。しかも行動順が決まってるじゃん。その敵がさ、素早さの関係、乱数で2回連続で攻撃するから一切ないからさ、ダメージ調査完璧にできるじゃん。だからもうダダジの術の意味が違うんだよね。ただ満タンになるってだけじゃないのよ、ね、ダダジじゃねえか、満金弾だな。満金弾でも海馬の損傷を元に戻すことはできなかった。満金弾の術の持つ意味が全然違うんだよ、意味合いが。まずレベルアップした時の桃太郎の力の向上が今までよりもさらに増える。上昇率が。満金丹という一つの最終奥義を手に入れてしまったんだ。そしてこの仙人とダラジの相性な。仙人と相性の組み合わせ。焼き鳥と塩キャベツぐらいの組み合わせはあるよ。スキャベツぐらいの。ダラジの術というこってり。家系と。さっぱりとしたウーロン茶、それぐらいの組み合わせはある。これちなみに人に使ったらどうなの、ダラジジオ。これをここで使う意味あるのか。この程度のことでダラジジの術を使わせてくれる無限の仙人とは一体どんだけいいやつなんだよ。てかじゃあさ、俺ちょっと頑張ればさ、ちょっと頑張れば満金弾術取れたんだな。もう希望の都に着いた時点で、まあ、ちょっときついか着いた時点だったらそこにあったんかい満金弾術は。まあでも巻物 の, あのガチャを回してなければ、鬼を転ぼうとしていった。もういらねえよ、銃だろそれ。あの巻物読んでなければわからなかったからな。巻物に感謝、ガチャに感謝しよう。すごすぎるだろっていうか、マンキンタンとダラジジが同時に手に入ったんですよ。今までもうほとんど術なんて出てこなかったのにさ、急激にマンキンタンとダラジジが同時に手に入ってしまったんだぞ。ふずきの動画あるな、よし。さあレベルを上げるぞ。もうちょっとレベル上げたぐらいじゃパワーバランス自体はもうそんなに変わんないけどさ。けど何度も申し上げている通り、今は体力と技の数が増えただけでも戦力アップになるからね。まあそれとは関係なく俺はダラジジで倒すわけだな。まあじっくり行こう。とにかく強いこいつらは本当に。ものすごく強い。1段階、2段階強くなっていくからね、敵は。ヒグマじゃねえや。月のアグマ四天、ハンニア四天王時代から、ヒグマでさらにそれよりも強いわけだから、それはもうレベル上げないと。31は欲しいな。まあダラジジがあるからこんなにいけてるけどさ、ダラジジがなかったらもう瞬殺されるこいつらに。ダラジジ満金丹があるとはいえ、そのためにはまだまず足腰だ。満金丹を生かすためにはしっかりとした足腰は必要不可欠。ダダジジ強すぎるぜ、じいさん。本当に無敵の術だなこれ。まあでも技は半分ぐらいなくなるじゃねえか。
2回しか使えない。その点には触れないんだ。なかなか上がんねえな。あれこんな上がんなかったっけ。1300ぐらいだっけ次のレベルまで。まあでも俺はここでへばりついて動かねえからな。絶対わしは動かんぞ。ここテコでも動かんからな。ここを動いた瞬間見えない敵が総攻撃を仕掛けてくる。でもいくらあればいいんだろう。サツキの銅が多分7500で売れるって、ウズキの銅は3700かなで売れるから、1万1000、多分1万1000はね工面できるのよ。あの手も俺の手持ちで。だからあれ足りねえ、工面できるのよ。だから実質あと3000両ぐらい、2000両ぐらいあれば多分いけると思うんだよね。おい危ない。だから俺はここからが違うんだ。ここ今俺は満金弾があるからな。ここが違うんだよ。ギリギリまで引きつけて確実に満金弾で全回復できる戦略。意味が違うんだぞ。桃太郎が満金弾を覚えてしまうということの意味はお前らまだよく分かってないようだな。お前たちは分かっていない。桃太郎が満金弾を覚えたということがどういうことなのか。ただただの術じゃないからな。全ての情勢を変えていく。さあレベル29に上げて、で次の銅、みなつきの銅、あれを取って、お出ろよ敵。でこっち来て1レベル上がったっけ。上がってねえな。一応どのぐらい上げれば太刀打ちできるかなこいつらに。まあでも猿の仲間にしてレベルを上げて銅を手に入れたらちょっと変わるよね。さすがに満金弾もあるし。ん？まあそう言うなよ。居心地いいんだよここ俺にとって。さあそろそろ上がるはず。そろそろ上がってくれ。1300ぐらいだったろ。日付は8000両という。ただじじさえあれば何でもできるぜ。やったぜ。どんな鬼が出てきてもいいよ。ていうかもっと強い鬼出てこいや。強気になっておるぞ俺は。もっと強い鬼出てこいや。ここで行くか。見晴らしがいい。おいこれ首なし鬼出てこい。こんな土の王子じゃ、満足できねえよ俺は。こんな雑魚じゃ。もう飽きたわい。こんな雑魚。お猿が控えた。やたら礼儀正しい猿。猿界の王子だよな。さあ、185、138。よく覚えてねえが、多分7ぐらい上がってる、両方とも。もうそんなになんで攻撃力こんな下がっていくんだよ。なんでだい。なんでだい。で、もうちょい稼いでいくわ。金ね、1万2000両ぐらいはじゃあ、1万4000両ぐらいにしていくか。だってここでレベル上げやめたらさ、また次めっちゃレベル上げないといけないじゃん。だからちょっと次の分までちょっと上げていこう。次の俺のためにも。あ、そして桃太郎がいつの間にか小6になってる。12歳。小6かよもう桃太郎。早いねもう桃太郎ちゃんも小6なんて。早いよ本当に。
天才子役だからな、思ったら。芦田愛菜と仲良し。芦田愛菜と唯の唯一の理解者だろうな、桃太郎。同じく6歳ぐらいから。世の中に通用する実力をすでに持っていた。唯一の理解者。ルーテテン。よし。だから桃太郎は今全盛期だ。今全盛期を迎えている。マンキンタンとダラジジを同時に転移してしまったんだぞ。同時に使ってはいけない、これは。まあでもダラジジって言うてもこの一発だけどね。なんかこういう使い方以外にあるんかって話なんだから、ダラジジは実は。この千人の前でタムロしてダラジジを使う以外のあんのかって話なんだから。使いどころが難しいんじゃん。トゥイン。静寂。おい、なんで出ねえんだ。静寂に包まれてる。ひょっとしてカウントハンデない？この橋の上。そんなバカな。判定ないの？え？出ないんだけど。橋の上で敵出ないの？初めてした、そんなの。さあ、あと、もうあと3000くらい稼いでいくか。すぐだよな、こんなの。すぐすぐ。ダラジジがあれば。何を言ってる。これがダラジジの正しい使い方だろうが。あんたは分かってない、ダラジジの使い方を。あんたは何も分かってない、ダラジジの強さを。俺がこの術を使って世界を変えてやる。野望に溢れてるぞ、桃太郎は。殺す。その隠れ身のこと剥ぎ取ってやる。第一の仙人よ、あなたは分かっていない、この術の本当の使い方を。こうやって使うんだ。さあ、あと9体ぐらい。それで取ったら、あの鬼の爪痕の左上の方を見に行こう。鬼の爪痕の左上を見に行って観光しに行こう。で、っていうか、あの穴はちょっと怪しいからね、後回しにしよう。後回しにして爪痕をまず散策。それが終わったら、てかナユタの仙人ってのはどこにいるんだよ。なんか言ってたじゃん、ナユタの仙人って。ナユタはどこにいるんだよ。ナユタ出てこいや。これ結構、でも待てよ、おかしくね。もうマンキンタンダラジジがあっている、他にいる、もうないでしょ。覚える地図、マンキンタンがもう最高峰だからね、実の中で。言ってしまえばヒエンとマンキンタンさえあれば他のやつはいらないまであるからね。そのぐらいの術だよ、マンキンタンは。それが話を聞くだ2回聞くだけで覚えてしまった俺は。こんなことがあっていいのだろうか。もうないよ。あとはただひたすら体を鍛えるだけだよ。まあでも何かあるかもしれん、俺の知らない術が。さあ、行け。結構かかるな。あ、待てよ。隠れ身、そうだ。俺隠れ身の分取ったから、あ、でも1個しかねえや。
宇月の弟が7500で売れるからあと1000だな。くだらん。ちょっとお前にも飽きてきた、さすがに。さっさと倒して俺は次の体力へと向かうぞ。お前にもだいぶ飽きてきた。まあそういうな、あんたは分かってない。だらじりの真の活用法、俺が本当の術を、この術を正しく使ってやるよ。めちゃくちゃ血気盛んだな、桃太郎。俺がこの術を正しく使ってやるよ。だんだん悪に染まっていく桃太郎。だらじりで、だらじりを乱用していく。王になるぞ、だらじりを使って。もういいかな、これで。これでいい？なんか不安だな。7000ぐらいだったらどうしようっていう気もするんだよ。ちょっと不安じゃない？一応もう一回戦うか。一応な。めんどくせえ。さあ、行くぜ！希望の脈でいいんだよ。よーし、ついに水無月の動画。最強の銅と名高い水無月の銅。ドゥドゥドゥ。待て、189な、覚えとこう。上がり幅はやっぱ気にしてるんだよ俺は。七夜これ、さつきのどうだ。なんで7000、嫌な予感が。では金棒売るよ。なんで10なんだ金棒。金棒クラスが、おい、嫌な予感が的中したじゃねえかよ。仕方ねえ、しばいていくか、そこら辺のやつを。こら、昨日に、そうだ昨日に。来た時はかなり苦戦してた昨日に。お前かよ、昨日にじゃないんかよ。ルーテテン。よし、結構持ってんなお前。つうか俺ちゃんとマッピングした方がいいな。本当に気づかなかったもん、あのダメ仙人は。こんなところに満金丹がある。まあでも満金丹以上に重要な術ってねえからな。そのぐらいのもんだろ。宮月の銅、よし、これでいい。真の旅、鷹の爪。ドゥ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 。180、あ、189だったか。さあ、いかほど。199、あ、10上がったな。かなり上がった。っていうかさ、俺今鷹の爪で思い出したんだけどさ、なんかまだあったよね、このシリーズ。なんつうか持ってないシリーズがあったような気がする。それを取りに行くわ。ちょっとうずきの銅売るわ。うずきの銅売っちゃダメか。うずきの銅売っちゃダメだな。まあいいや、持ってないシリーズがあるんだよね。でもちょっと金いくらだったっけ。2000両ぐらいのやつがあるからちょっと見ていくわそれ。まあ1000両あれなんとかなるだろう。はい、昨日にこれもう相手にならんぞ。レベルを見てくれ、これ。ここに来た時20ぐらいだったからね。今や29だぞ。29で水無月の銅を装備して猿を仲間にしてしまったんだぞ。見やがったな、昨日に。視点の最弱、意外にも。その程度か。その程度なのか、お前は。失望したよ。もう俺は次のステージに行かなければならない。もう火の鬼では俺を満足させることはできぬわ。火の鬼ではな、私を満足させることはできぬ。山猫、猿が山猫を引っかいた。獣の争い。79。じゃあダラジジは会心よりも強いのか。六角が会心と同等でダラジジはなんか4倍ダメージくらい。ダラジジじゃあすげえな。ダラジジの方が強い、六角より。おい、未だに強いのお前。
いや、未だに強いんだったら当時はどんだけ強かったんだよ、昨日。いや、それはもうとんでもない強さだって。それはもう。だけどもうダメージが大して痛くねえぜ。よし、このぐらいか。金太郎ぐらいにあったよね、確か。浦島が金太郎にあったと思う、なんか。なんかあった。それまだ取ってない、俺は。まだ強くなれる可能性があるかもしれん。まだ詰めていくわ、ちょっと攻略を。結局、この村は俺が危惧した塔になってしまったな。あの時、無理やりにでも止めておけば。これや、ジンバオリ！てか、マジで。スゴロク剣に見えた、スザクの剣が。ジンバオリ。俺の心の中に残っていたしこりとはジンバオリだったか。ちょっと待って。147、199、164。さあ、どうだ。これまず。お代わりに何かこう、アイテムが増えてないってことは、スッと収まったってことだ、場所に。ん？え？強く2上がっただけ？素早さ上がった今。ちょっとわかんなかった。まあでもこれで、多分あれでしょ？ってことは、ジンバールには上位互換ってあんのかな？浦島行くかじゃん。浦島行くかっすね。カイロが鷹の爪に切り替わったってことは、ジンバールの上位互換もあるわけだろ？それはまだ出てきてねえのかな？まあいいや。ちょっと詰めていくわ、こんなちょっとしか上がんなくても。詰めにしていくことで、強さを上げていく。するのは、これやこれやこれだ。でも売るわ、うずきのどう。これはもう売る。売らざるを得ない。ツールの羽織は絶対に欲しい。じゃあ、ジンバルなんていらなかったんだ。っていうか、この時点で3000ってすごいな。じゃあこれ買って、じゃあ、あれを買ってればさ、もっと楽になってたんかな、俺。そんな、だって俺、ジンバオリすらも手に入れてなかったんだぜ、今思えば。羽織シリーズを一切羽織らずに行ってたってことだ、俺今まで。おーい、そんなバカな。一切羽織らずに俺はここまで駆け抜けてきたのか。まあ、俺、私生活でも一枚羽織らないからな。いつもみんなに寒くないのって言われる。その格好気合でなんとかしてるんだよ、俺は。周りの下見たら寒そうに見える。短パン小僧みたいに。気合でなんとかするんだよ、寒さなんて。羽織るんじゃねえ。気合でなんとかしろ。そうすれば痩せるんだから。気合で羽織って痩せていく。さあ、羽織っていくぞ。でも俺はもう、羽織る。羽織ることに決めた。201だな。素早さ上がらねえよな。羽織るぜ。見た。ほら見た。素早さが180になった。ってことは、ジンバオリでももうすでに素早さ上がったわけ？じゃあ俺どんだけに、どんだけ少なかったんだよ、俺の素早さは。どんだけ俺の素早さ少なかったんだよ、今まで。じゃあ何か。俺は今までずーっと不利な戦いを強いられてきたってことか。不利な状況で戦ってたってことかい。なんだよそれ。羽織っときゃよかったよ、俺もっと早く。